皆さんこんにちは。今回は大正12年度の京大の入試問題です。工学部からの出題ですね。こんな感じの問題でした。とさあ、英文で問題が書かれています。戦前は結構こういう問題が多かったみたいですが、この分数関数、これを最大にするようなシータの値を求めようという問題になっています。今回は最近扱ってた積分とかと違って、そのすごく楽しい問題かっていうとそうじゃないと思います。しかしこうした分数関数とかその他複雑な関数の増減を調べて極値を求める、あるいは最大値とか最小値を求めるような問題って、まあ、東大京大はじめ国公立大学の入試では欠かせません。なので、まあ、今回はですね、こういう普通の計算問題をいかにミスなく正確に処理していくかってことにフォーカスして、これから解説していきたいと思います。さて、早速今回この最大にしたい、最大値を求めたい関数を FC と解きました。で、これを増減を調べるので微分することになるんですが、いきなり微分するのはあまり得策とは言えません。なんでか説明します。例えばですね、あの分子、これはサインとコサインの掛け算になっていますね。で、あと分母は、まあ、コサイン2乗、2乗ですけど、要は掛け算です。2つの関数の掛け算の微分をするときには、積の微分とか、あるいは2乗の形の微分を使うことになりますよね。例えば、じゃあこの分子、サインシータ、コサインシータという関数ですけども、これを変数シータで微分することを考えます。そうすると、まずはサインシータを微分したものにコサインをかけたもの、そして、今度はコサインシータを微分したものに相方をかけたものっていう風になって、つぶさに計算過程書いていくと、コサインシータコサインシータ足すことのサインシータのマイナスサインシータで、結局コサイン2乗シータ引くサイン2乗シータというふうに求まるわけですね。で、まあこれはコサインの2シータとも書くことができます。まあこんなふうにですね、あの積の微分の公式使えばもちろんちゃんと計算はできるんですけど、どうしても結構手数がかかってしまいます。で、当たり前ですが、その登場する項の数が増えれば増えるほど、まあ計算ミスとかをしちゃう可能性も高くなるわけですよね。分母についても同様です。今分母はコサイン2乗の3分の π 引くシータというふうになっていますが、じゃあこれをシータで微分するとどうなるかというと、まず2乗の形になっているので、まずは指数の2が降りてきて、コサインの3分の π 引くシータっていうのが出てきます。で、これなんでこうなったかっていうと、多項式の微分の公式がありましたね。x の n 乗というのを x で微分すると、nx の n 引く1乗となるんでした。まあとりあえず今 n は正の整数としていますが、ということで、ここからこうなるんですが、合成関数の微分なので今回は、このコサインというもの、つまり2乗する元のものを微分した項っていうのがかけられるわけですね。つまり、コサインの3分の π 引くシータの微分と。これが、これを微分したものになるわけです。まあ、この時点でちょっとめんどくさいですね。で、まあ実際に微分計算を続けると、このコサインの微分なので、マイナスサインが出てきますね。で、マイナスサインの3分の π 引くシータというふうになります。ただ実はこれではまだ終わりじゃありません。このサインの中身さえも合成関数になっているので、最後に3分の π 引くシータの微分が必要なんですね。ということで、これ全部かけてあげると、マイナスがあって、そしてここでもマイナスがあるので、結局プラスにかける、で、コサインの3分の π 引くシータかけることのサインの3分の π 引くシータというふうになります。まあ、ということで、分母の計算もそれはそれでちょっと複雑になっちゃいました。まあ、これ合成関数の、合成関数の合成関数みたいなものなんで、どうしても手を動かす量が多くなっちゃいますし、従ってミスも増えやすくなります。ということで、もちろんダメではないんですが、いきなりこの関数を、分数関数の微分を使って、増減調べていくっていうのは、あまりちょっと賢くはないというか、こう実践的なミスが出やすいわけです。だから、まずですね、この FC タっていうのを微分しやすい、つまり計算ミスのリスクが少ない形に変形したいと思います。さあ、そのためにどうすればいいかってことなんですが、まず、じゃあこの分子見てみると、サインシータコサインシータってなってますね。で、これは2倍すれば 2× サインシータコサインシータで、サインの2シータというふうにまとめられます。掛け算の形じゃないのがポイントです。まあもちろんその2シータが出てくるので、まあ、合成関数の微分で係数2に注意しなきゃいけないんですけど、まあでもそれは指数とか掛け算の微分をするよりはマシでしょう。だから、分子を2倍すると綺麗な形になる。で、分子2倍にするときはもちろん分母も2倍しなきゃいけませんが、実は今回はちょうどいいんです。なんでかっていうと、分母2倍すると 2× コサイン2乗ってなって、コサインの2倍角の公式が使えるからなんですね。なので、とりあえずまず2倍してあげると 2× でコサイン2乗の3分の π 引くシータで、分子はこんな感じになります。あとはもう2倍角の公式で綺麗にまとめましょう。まず、じゃあ分母 2× コサイン2乗ですが、これはコサインの2倍角、これに1を足したものになってますね。だから3分の 2π 引く2シータ、これのコサインに1を足したものです。で、分子ですが、これはさっきの狙い通り、サインの2シータというふうになりますね。はい、ということで、この Fシータを、この掛け算とか指数の形をなるべくなくした形で書くことができました。こうすることによって、ちょっと微分がやりやすくなります。まあ、あくまで多少マシになるというか、計算ミスのリスクが減るだけであって、何かこうやって変形することによって、数学的にというか、こう全然違う議論になるかというと、そういうわけではありません。
まあ、とにかくお膳立てができたので、以下、FC 板を微分していきましょう。これを微分するわけですね。さて、以下は単純な計算です。この分数関数を微分するわけなんですが、ある分数関数 h 分の g というものを微分するとどうなったかっていうと、分子は g'x の hx、引くことの gx の h'x。分母はこうですね。hx の2乗となります。さあ、この公式を使って計算を進めていくと、まず分母にこれの2乗があるわけですね。さあ、で、かけることの、まあ、分子が何になるかっていうと、ちょっと分子離して書いておきますが、まずは元の分子の微分、そしてかけることの分母ですね。元の分子これです。sin2θ。なので、sin2θ の微分でかけることの cos の3分の 2π 引く 2θ ですね。で、あと足すことの1。はい、というわけでこれがこの g'h に相当するもので、次に gh' を引く必要があります。引くことの。で、今回は sin2θ はそのままで、あとはこっちですね、cos の3分の 2π 引くことの 2θ。で、足す1の微分と。こんな感じになります。はい、ということでこの微分の公式を適用したまんまの形を書いておきました。で、ここから先計算を進めるんですが、分母は一回ノータッチにしましょう。まあ、もしかしたらね、奇跡的にこう分子と約分できるってことはあるかもしれませんけども、それ一回置いといて、この分子をきれいにするということに集中します。はい、ということでこの分子に相当するところを星マークとしました。で、以下この星マークだけを一回いじります。実際の試験でもですね、あるいは模試とかでもいいんですけど、毎回こうやって分母を書いて分子、分母を書いて分子ってやってると、もちろんこの分だけ紙幅使っちゃいますし、途中で計算ミスしちゃってそれを引きずるなんていうくだらないケースもあります。だから一回分母は置いといて、ここだけを計算しようというふうに余計なところ一回無視して答案を書く。で、分子の計算が終わったら、最後分母の上に乗っけてあげると、そういうふうにするとミスを防げますし、紙幅の節約にもなると思います。さあ、じゃあ分子星マークの計算をしていきます。まず sin2θ の微分で 2×cos2θ ですね。これくらい頭の中でパパッとできなきゃいけません。で、あとこれ cos の引数ここまでで、この後はただ掛け算してるだけなんですが、cos の、あとはもう微分してないので一緒ですね。これの足す1と。はい、こんな感じです。で、後半は引くことの、で、まず sin2θ というものがあって、その後、括弧の中の微分ですね。足す1というのは定数なので微分すると消えます。ということで残るのはこっちだけ、cos の方の微分です。さて、まず cos を微分するとマイナス sin です。で、しかも括弧の中、マイナス 2θ となっているので、その係数マイナス2が降りてくるというか出てくるということにも注意しつつ、微分してあげると、まずマイナス2、そしてあとはマイナスの、で、sin の同じ角度というふうになります。さあ、式が結構複雑になっちゃったんで、一回整理しましょう。まあ、この括弧も一回展開します。分配法則使うと、2×cos2θ の、で、cos の3分の 2π 引く 2θ。で、あと足すことの 2×cos2θ ですね。で、あと次、ここはマイナス、マイナス、マイナスで2なので、全部合わせると、引くことので 2× で、あと sin2θ。かけることの sin の、で、3分の 2π 引く 2θ というふうになります。はい、ということで星マークの分子を整理するとこうなります。まあ、全部2がついてるから2でくくれるとはいえ、こんなに三角関数がたくさんあったら、しかもここなんて掛け算だしと、ということで、まあ、ちょっとその、なんていうんでしょう、お手上げに思うかもしれませんが、よく見てみると、ここに cos の 2θ、 cos の3分の 2π 引く 2θ っていうのがあって、あとここにも sin2θ の sin 3分の 2π 引く 2θ っていうのがあるんです。で、角度が一緒になってて、コサインコサイン引くサインサインなので、これは加法定理が使えるんじゃないかと思うわけですね。ということで、それを目論見つつ試験形をしてあげると、さあ、まず余計なもの 2×cos2θ、まあ、これはもちろんあるわけです、これですね。で、それは一回置いといて、で、あと 2× 今度はこの加法定理を使えそうな部分まとめて書いておくと、 cos2θ cos で3分の 2π 引く 2θ というのがあって、あとは引くことの、で、sin の 2θ、sin の3分の 2π 引く 2θ というふうになります。で、結局、まあ、この最初の項はずっと置いといて、ということで、加法定理を使ってまとめてあげることができて、最初に2はあるんですが、cos の、で、まずここに 2θ があって、あと足すことの、これですね。なんでかっていうと、cos、cos 引く sin、sin で、cos の和の加法定理になってるから。なので、足すことの3分の 2π 引く 2θ ということで、はい、こんな感じにまとめることができます。で、よく見てみると、実はここに 2θ があって、あとここにマイナス 2θ があるので、ちょうど打ち消しちゃって、実はこの2項目は 2×cos の θ に依存しないんですね。3分の 2π というふうになります。
で、コサインの3分の 2π ってもう普通に値分かりますよね。単位円を書いて3分の 2π だから、ここから120度いったところの x 座標ということで、これはマイナス2分の1ですから、結局 2×コサイン 2θ 引くことの1というふうに、分子はとても綺麗な形になることが分かります。まあ、今丁寧に解説しましたが、実際にここの 2θ の形にしてから微分して整理するまでのプロセス自体はほとんど時間かかんないと思います。まあ、少なくともですね、この分母をこのまま、分子このままで微分するよりは出てくる項の数が少ないので結構楽ちんですね。まあ、ただし、あの 2θ でまとめたことによって微分するときに、例えばここに2がついたりとか、あるいはここに2がついたりとか、そういう係数が出てくるようになるので、そこだけ注意しましょう。ということで、まだもちろん問題は終わりじゃなくて、これはあくまで分子の計算が終わったってだけです。改めて一回 f'θ の形を書いておきますね。はい、ということで f'θ の結果を書いておきました。まあ、途中過程でもちろんね、答案に書くといいですね。で、次 f'θ が分かったので f'θ の増減を調べていきます。まあ、ちなみにこの分母 cos+1 の2乗ですけども、 cos がぴったり -1 になれば分母0になっちゃって得意点なので、そういう得意点があるということにも留意しましょう。さて、まず増減を調べるにあたってですね、考えを簡略化したいので、この f'θ の周期に着目します。よく見てみると、まあ、もともと fθ の段階でそうだったんですけども、2θ だけの関数になっていますよね。cosθ とか sinθ 単体は入っていません。まあ、もちろん変形すれば入るわけですけども、結果として 2θ だけの関数でまとめられます。で、三角関数っていうのは中身が 2π 動けば一回りするわけです。だから、2θ が 2π 動く。つまり、θ が π ずれれば、結局、一周期分ずれるだけなので、fθ の値とか f'θ の値変わらないんですね。つまり、この fθ とか、あるいは f'θ っていうのは、周期が π なんです。で、周期が π なので、1回 θ については、0以上で π 未満と、この範囲で考えることにしましょう。もちろん、これ以外の値も θ 取れるんですけども、それはうまいこと、θ に π の整数倍足したり引いたりすれば、この範囲に収めることができます。だから、まあ、一回この範囲で増減考えれば、最大点もわかるでしょってわけです。また、そうは言っても聞かれてるのは、この関数 fθ を最大にするような θ としか言われていません。だから、例えば、以下増減調べて、fθ が最大になるような θ っていうのが、じゃあ、例えば、2分の π だったとしたら、単にこれを答えるんじゃなくて、足すことの、例えば、kπ みたいな感じで書いておけば OK です。まあ、詰まるところ、これは後でくっつければいいというわけですね。だから、以下、この範囲で fθ の増減を見ていきます。まずは、じゃあ得意点を除外しましょうか。 fθ とか、あるいは f'θ の分母、まあ、もちろんこっちが0ならこっちも0なんですけど、ここが0になるような θ って何だろうっていうのを考えます。そうすると、結局 cos の3分の 2π 引く 2θ っていうのが -1 になればいいので、この中身である3分の 2π 引く 2θ っていうのは cos が -1 になるような角度ですから、結局 π で、あと足すことのある整数 n を用いて 2nπ と書くことができます。ただし n は整数と。で、次これを θ について解いてあげればいいですね。移項して整理してあげるだけですが、 θ イコール結局 -n 足す6分の1の π というふうになります。で、ただし今 θ の範囲制限していて0以上 π 未満なので、まあ、これを満たすように n を調節してあげればよくて、これに入るような n っていうのは n イコール1のみです。で、これに対応する θ は計算してあげると6分の 5π というふうになります。ということで、分母が0になるような θ はこの範囲だと6分の 5π だけだということが分かりました。じゃあ次は微分係数が0になるような θ を考えましょう。さて、 f'θ が0の時はこの cos2θ 引く2分の1が0になればいいですね。 θ についての条件式は従って cos2θ イコール2分の1で、これ解いてあげると cos が2分の1になるので、単位円考えてあげて x イコール2分の1の直線引っ張ってあげればいいですね。交点見てみると、まず角度が、3分の π。まあもちろん 2nπ のズレはあるわけですが。で、これともう一つあって、3分の 5π 足す 2nπ ですね。まあ、考えた図は単位円があって、で、x イコール2分の1という線を書くだけです。こことここ、対応する変革が3分の π と3分の 5π というわけです。で、今これ 2θ についての式になっているので、θ イコール直してあげます。そうすると、まずこれに対応するのが θ イコール n 足す6分の 1π。あとは、こっちに対応するのが、n 足す6分の 5π ですね。で、あとは、このうち、これを満たすような θ をピックアップすればいいですね。じゃあ、まずこっち見てみると、n 足す6分の 1π。n を1にしちゃうともう6分の 7π。マイナスだともちろんダメ。なので、n が0の時に限られて、左からは θ イコール6分の 1π というのが得られます。そして、あとこっち、n 足す6分の 5π。これも同様ですね。n を1にしちゃうともうオーバーしちゃいますし、マイナス1だと角度がマイナスになっちゃうので、6分の 5π だけというふうになります。まあ、いずれも
n イコール0の場合だけですね。ということで、分子微分係数が0になるのは θ イコール6分の 1π、6分の 5π だけということになります。で、分母が0になるのはこれというわけですね。以上の情報をもとにして fθ の増減表を書くことができます。さあ、さっきの結果をまとめておきました。これをもとにして増減表を書いていきます。さて、f'θ が0になるような θ はこの2つでした。6分の 1π と6分の 5π、まあ、この時は分母0なんで、まあ、一応カッコつけておきましょうかね。で、あとその他での f'θ の符号を考えます。まあ、分母はもちろん正で、この2も正なので中の符号だけ考えればいいですね。で、もちろん境目がこれとこれだけなんで、その他例えばこことここで符号が違うってことはないわけです。まあ、それも踏まえて符号を調べていくと、 θ が0の時はコサインがでかいんで、まあプラスでしょう。で、まあその次もプラスで、0になって三角関数はぐるぐるでかくなったり小さくなったりしていくわけですから、まあじゃあここはマイナスなんじゃないかと。で、まああとはプラスプラスでしょうと。まあどうせ周期 π で端っこ繋がってるんでね。で、考えると f'θ の符号こうなります。実際これで正しいです。さあ、ということで f'θ の増減見てみると、ここでは f'θ がプラスなので関数増えてる。で、マイナスのところでは関数はまあ減ってるわけですね。で、あとは増えてると。まああのこことかここっていうのは1点だけなんで、わざわざこの矢印書く必要ないと思います。別に f'θ が0になるわけではないんでね。はい、ということでこれら3つの区間での増減は分かったわけですね。で、この θ イコール6分の 5π 近くでの振る舞いは正直よく分からないです、現時点では。まあここは別に分母0になるわけじゃないんで、上って下るということで少なくとも最大値かどうかはともかく極大値になってるわけですね。まあしかし極大だから最大かというとそうとは限らないので、一応他のところ見てみましょう。まあ θ が0から6分の π については増えた結果がここなので、この範囲ではここは一番でかいです。で、まあその後下がっていくわけですからね。しかし、まあここがあります。θ が6分の 5π から π は増えた結果がここなので、こっちとこっちどっちがでかいのって話になるわけです。まあ、あとちょっとこの6分の 5π のところでの振る舞いも気になるところです。まあ、しかし実はですね、こことここ比べたらこっちの方がでかいです。なんでかっていうと、まあ、これまで何度か述べてる通り、この fθ の周期っていうのは π なので、f0 と fπ は値一緒なんですね。だから、さっきこっちよりもこっちの方がでかいって言ったわけですから、こことここでもこっちが勝るということになります。したがって、大小関係で言うと、f0 よりも極大値、f の6分の 1π の方がでかくて、で、f の6分の 1π は f の π よりでかいと。ということで、これら3つの中ではこれが一番でかいということになります。で、またここでの振る舞いももちろん気になるっちゃ気になるんですけど、ただここでは減って、ここでは増えてるわけですから、すごく谷になってるということが想像できて、最大値はこの時点でここであるということがわかるわけですね。まあ、ただそうは言ってもほったらかしにするのもあれなんで、一応この θ イコール6分の 5π 前後での極限を見ておきましょう。さあ、まずは6分の 5π に左から近づくときですが、ここ見てみると、6分の 5π に近づくってことは、2θ は3分の 5π に近づくということです。単位円で言うと、3分の 5π っていうのはどこの角度かというと、ここですね、2π に近いところです。なので、この sin の 2θ っていうのは、マイナスということになりますね。まあ、マイナス2分のルート3に近づくと。じゃあ次、分母なんですが、この cos の3分の 2π 引く 2θ ですね。これが何に近づいているのかというと、今、θ が6分の 5π 引く0に近づいているので、それをまあ代入というか、それと照らし合わせてあげると、これっていうのは、マイナス π の足す0ということで、右からマイナス π に近づいているということがわかります。まあ、つまりだから、イメージ的にはここからずんずんずん折れていって、ここに近づくというイメージです。まあ、正直今回コサインなんで、どっちから近づこうとマイナス1よりちょっとでかいとこからマイナス1に近づくんですけどね。ということで結局コサインっていうのがマイナス1よりはちょっとだけでかい。で、足す1ということは分母がプラスから0に近づくということになりますね。まあ、式で書くとこんな感じでしょうか。ということで結局この分数全体は分母が正のちっちゃい数0に近づいていくわけですね。で、分子は sin2θ、sin3分の 5π なので、マイナスの定数に近づいています。定数といっても0じゃない定数です。だから極限は結局、負の定数を正のちっちゃい数で割っているので、負の無限大に発散するということになるわけです。で、考えてみると、結局そのさっきも言った通り、コサインなので、どっちから近づこうと、マイナス1よりちょっとでかいとこからマイナス1に近づいているわけです。何がっていうと、コサインが。で、しかも、この分子の極限っていうのは変わらないですね。ゼロじゃない定数に近づいてる。だから結局こっちも極限はマイナス無限大になるんですね。まあ、つまりどっちから近づいてもマイナスの無限大に発散するということがわかります。さあ、ということで以上でですね、この関数の θ が0から π までの振る舞いがわかりました。まあ正直これだけでも最大値ここだよって値出しちゃってもいいんですけど、せっかくね、増減調べたんで図も書いておきましょうか。さて、θ は0から π まで動きます。で、f0 と fπ の値、これ代入するとすぐわかります。まあこれ分子が0になるんで、どちらも0であることがわかりますね。なので θ が0の時の fθ は0、ここです。
で、今、θ イコール π はないとしていますけども、まあ、最終的にはここに行くということがわかりますね。θが0から増えていって、まあ、今回2回の同関数調べてないので、細かい形わかんないですが、θが6分の 1π の時に極大値を取ると。で、極大値取った後は、どん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 降りていって、さっき調べた通り、負の無限大に行くわけですね。だから、イメージとしては、0から極大値まで行って、その後、どん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 降りていって、負の無限大に発散すると。こんな感じです。で、その後なんですけど、マイナスの無限大から這い上がってきて、θイコール π で0に戻るわけです。だから、負の無限大から来て、ここまで至るということで、まあ、イメージ的には、こんな感じだということがわかりますね。まあ、勘のいい人なら、これ、θイコール0と π で区切っちゃうのが悪いというふうにわかると思います。ちょうどこの分母が0になっちゃう θ イコール6分の 5π と例えばマイナス6分の π とかで区切ってグラフ書いてみた方が分かりやすいんですね。実際例えばここをこっちに持ってきてつなげてあげると、まあこんな風になって綺麗に山ができて山ができてっていう風になっていることが分かります。まあとにかく θ イコール0から π というか一周期分のグラフはこの通りで、ちなみにまあ補足として大事な値ではありませんが、ここ fθ が0となるようなもう一つの θ は何かっていうと、もちろんこれ結局この分子の cosθ が0になってくれればいいので、ここの値っていうのは2分の 1π であることが分かりますね。はい、ということで増減が分かりました。で、じゃあこの中で fθ が一番低かったのはどこかっていうと、もちろんここですね。 θ イコール6分の 1π に対応している点です。ということで結論としては、よしと、以上よりまあ、fθ っていうのは θ イコール6分の 1π で最大になるんですけども、ただあくまでこれは周期が π であることに着目して θ0 以上 π 未満で区切った場合の話なので、これに加えて周期のズレ、つまり π 足したりとか π 引いたり 2π 足したり 3π 足したりと、そういうのも許す必要があります。ということで足すことの整数 π というのを加えてあげるわけですね。 n というのは整数です。この値で最大となることがわかりますね。まあ、ちなみに今回の問題で聞かれてるのは fθ を最大にするような θ だけなので最大値は聞かれていません。ですが一応まあ求めてみると、この時、まあ、fmax、f の最大値っていうのは特に f の6分の 1π を求めてあげればよくて、まあ、これ計算してあげるとこれ簡単です。2θ の形でまとめてありますし、ここに代入しちゃえば OK ですね。求めてみると、ルート3分の1というふうになります。ということでこれが一応最大値ですね。というわけで以上がこの問題の解説でした。やってきたことを振り返ります。問われていたのは、この関数の値を最大にするような θ です。いきなり微分してもいいんですけども、積とか指数の形になっていてめんどくさかったので、まずは2倍角の公式を使って式を簡単にしてあげました。掛け算の形をなくしたわけですね。こうすることによって微分がしやすくなります。さっき消しちゃいましたけど、この微分の公式も忘れないようにしてください。で、そしたらこれを微分していくわけですね。さっきも紹介したこの分数関数の微分の公式、もちろんこれは基本公式なんで忘れずに。で、あとはそれに従って微分していって、結構分子が複雑な形になっちゃったんで、さっきここに書きましたけど、分子単体でまず処理しましたね。毎回分母書くのは紙幅の無駄だし、計算ミスの元にもなるので。で、そしたら三角関数の加法定理を使う形が出てきて、綺麗にまとめられたわけです。結局残ったのはこの形。まあ2はありますけどね。ということで、f'θ が0になるような θ は結構簡単に求まりました。で、あと別途、分母が0になるような θ を求めておいて、増減表を書くというわけですね。増減表を書いた結果がこちら。まあね、f'θ が0になるところを境目として、分子の符号が変わるわけです。分母が常に正なので、分子の符号だけ考える。そしたらこうなったので、fθ の増減はここの段の通りです。まあ一部分母が定義されてない点はありますが、それ以外の矢印を参考にして、fθ の最大点を求めるわけですね。まあ今この関数は周期 π なので、この両端の値等しくて、どっちも0というふうに後で求めましたね。で、0から上って頂点に来て、下って下ってマイナス無限大。で、その後、マイナスと無限大から這い上がってきて、最後は π の0となるわけです。したがって最大点は θ イコール6分の 1π。で、もういきなりその値答えちゃってもいいんですけど、一回まあ試しにね、図も書いてみました。まあ別にこんなもん聞かれてないんですけど、ただまあ一応自分で増減書いたら図書いてみるとですね、感覚と合ってるかどうかとか、あるいはまあこの関数ってこんなグラフなんだっていう発見があると思います。まあとにかく θ イコール6分の 1π が答えで、あくまでこれは周期を元にして区切った場合の値なんで、それに π の整数倍、つまり周期の整数倍加えてあげたってわけです。まあ今回はその積分の計算とかと違って、何かこうトリッキーだったりとか面白かった問題ではないと思います。しかし、実際のその国公立大学とか、あるいはその他難関大学とかの入試を突破するためには、こういう普通の問題をいかに普通に処理していくかっていうのが大事になります。なので今回はあえてですね、こう計算ミスを減らすにはどうすればいいかとか、そういったまあ細かいというか実践的な話も交えて問題の解説してみました。まあ計算練習にもなると思うんで、ぜひ皆さん一度ですね、自分で解いてみてください。まあこれぐらいはね、東大京大の受験生であれば確実に解けなければいけません。はい、というわけで引き続き東大京大の入試問題を中心に数学の解説をしていきます。
来年の受験生とかこれから数学をガンガン伸ばしていきたいと思っている高校生はぜひチャンネル登録お願いします。ということで今回は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。